風光の振り子のある施設の一覧は、博物館や学校などに風光の振り子が設置されている主な施設の一覧である。これは流動的な内容の一覧であり、完全な内容にするための特定の基準を満たすことはできません。信頼できる情報源で過失することができます。過去に存在した施設、釧路市青少年科学館、仙台市子も宇宙館、銀座ソニービル、 豊島園、杉並区立科学館、東京都立白王高等学校、浜松科学館、岐阜市科学館、日本万国博覧会、鉄工館、伊駒山天文博物館、神戸ポートアイランド博覧会、川鉄地球館、伊丹市立子ども文化科学館、高松市民文化センター、愛媛大学教育学部1号館、春日市生ききプラザ、佐賀大学教養部物理学教室過去に存在した。 施設スミソニアン博物館、カンザス州会議事堂、フェルミ国立加速器研究所過去に存在した、施設制、イサーク大聖堂。ありがとうございます。